若隆。若は、日本海軍の布接艦。初鷹型布接艦の三番艦。旧接猛艦に分類する文献もあるが、日本海軍の法令上は、布接艦である。軍艦、弱隆は、太平洋戦争開戦直前に竣工した、初鷹型布接艦、旧接猛艦。艦名は若い隆による。大戦中は主に輸送船団の護衛に従事した。 太平洋戦争を生き延びて、戦後は福音輸送に従事し、その後、賠償艦として引き渡された。終戦時に帝国軍艦席にあった艦中、解体あるいは海没処分されずに賠償艦となった唯一の艦である。弱高は、丸四計画艦の仮称艦名第102号艦。初高型3番艦だが、基本計画番号は、初高型1番艦。 初高と初高型二番艦、青高の H12 に対して、弱高は H12 ビットと異なる。船体寸法は同一であるが船首楼看板を延長するなど船体に若干の違いがある。前、小柱と水も本艦はやや後方に傾斜している。また並走に関しても差異がある。先行二席、初高、青高では、対空。 対戦双方に対応可能な兵装として、連装非式 40mm 機銃を二機装備していたが、性能不足のため、ジャクタカはこれを40口径3連式 8cm 交角砲とした。防戦網は96式2型防戦網24組を搭載可能。一般計画要領書によると先行の2隻と違って、機雷の搭載を計画しておらず、掃海装備を搭載した。 太平洋戦争中、全時、レーダー増設や対空兵装の強化を行った。アゴー作戦後の兵装装備の状況調査によると1944年3月16日の時点で 25mm 連装機銃2機、13mm 連装機銃2機、94式爆雷投射機1機、93式水中超音機を装備、単身機には水流服を取り付けた。また、 終戦時の日本海軍艦艇によると最終時には、環境点外に22号電探が装備されていた。艦首損傷時の修理で艦首部が約4メートル短くなり、小船タイプの養病機が装備された。弱高は、丸四計画艦の仮称艦名第102号艦。初高型3番艦だが、基本計画番号は、初高型1番艦、初高と初高型2番艦、 青高の H12 に対して、弱高は H12 ビットと異なる。戦隊寸法は同一であるが選手郎看板を延長するなど戦隊に若干の違いがある。前、小柱とミズンも、本艦はやや後方に傾斜している。また兵装に関しても差異がある。先行二隻、初高、青高では、対空、対戦双方に対応可能な兵装として、 連装飛式 40mm 機銃を2機装備していたが、性能不足のため、ジャクタカはこれを40口径3連式 8cm 高画法とした。防戦後6回離分、または93式機雷100個を搭載可能。太平洋戦争中、全時、レーダー増設や対空兵装の強化を行った。1940年、昭和15年11月25日、 リマゾ造船所で寄港。1941年、昭和16年5月15日、日本海軍は、リマゾ造船所の付設艦をジャクタを、弱高、舞鶴海軍工廠の秋月型駆逐艦を、秋月と命名。同日府で2隻、若高、秋月は、官邸類別等級表に類別された。7月12日、浸水。8月14日、 ハリマゾー戦手にはカカ偽装委員事務所を設置する。11月30日、春行。偽装委員事務所を撤去。佐世保鎮守布石。春行と共に、第二根拠地帯、第三艦隊に所属。所詮は、フィリピン攻略戦や乱印作戦に伴う各地の攻略作戦等に参加。1942年、昭和17年3月10日。 第22特別根拠地帯、第2南伊達艦隊付属となり、バタビア方面で戦艦護衛に従事した。同年8月21日、第8艦隊帰下の第8根拠地帯に編入され、8月29日にラバウルニューブリテン島に進出。9月26日、ショートランド白地に進出。同方面で行動した後、11月15日にラバウル機頭。 続いて、ラバウルとパラオ間の戦団護衛任務に従事した。同年12月29日、第25特別根拠地帯、第2南遣海艦隊に編入。その後は、アンボン、アンボン島方面で、戦団護衛任務に従事した。1943年、昭和18年8月25日、ソロンで空襲を受けて損傷。 8月27日から9月2日まで暗本で修理を行った。1944年、昭和19年1月1日、第25特別根拠地帯は、第4、南図海艦隊所属となる。10月上旬、弱高は損傷中の不設艦、五福島を栄光して、ビートンからスラバヤに向かうことになった。10月7日、10月17日とする出展もある。 スラバヤ、ジャワ島に向け航行中の二隻、若高、五福島は、オランダの潜水艦ザ・オードッ一種の雷撃を受けた。ザ・オードッ一種は五本の魚雷を発射し、一本が命中した。五福島は沈没し、ジャクタカにも選手に魚雷一本が命中したが不発であった。ジャクタカのスラバヤでの修理は10月18日から1945年、昭和20年3月8日までかかった。 1945年、昭和20年3月27日、ジャワ島東北東で、イギリス海軍潜水艦ステージ案の来撃を受ける。環境から、先の船首を切断。乗員20人が死亡した。4月2日より、スラバヤで入居。第102工作部の作業により、直線上の仮艦首を装備する。だが、資材の不足のために修理は終戦までに、完了しなかった。 戦後は、鹿児島で本格的な修理が実施された。1946年、昭和21年3月より、マニラ、サイゴン、タカオ、シンガポール、沖縄、パレンバン、バンコク、香港などとの福音輸送業務に従事する。1947年、昭和2年1月にメンテナンスを実施した。同年10月17日に、シンガポールで、 イギリスに引き渡された。後に、マラヤ連邦所属となり、ラブアン、HMMS、ラバーナムと命名され宿泊として使用される。1965年シンガポール所属となり、同国義勇海軍の練習艦として使用。1967年5月5日、シンガプーラ、RSS シンガプーラと改名し、同国義勇海軍の機関となる。 1968年除籍解体。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。